りますと、エンジンが着火したものの、H3 ロケットの両脇に備え付けられている補助ロケット SRB3 には着火しなかった模様だということで、その状況確認は、その機器の方に役しています。ケースかなと思ったんですよ、ね、そうですね、はい、このようにカウントダウンが進んで、まあ、こちらの方が前だと思います。やっぱり最後まで打ち上げようとして打ち上がらなかったのか、直前に何か不具合を見せていたかこともあるんでしょうか。はい、そうですね、詳しいことはまあ、分からないんですけども、エンジンが、まあ、着火したというところで、補助ロケットが着火しましたが、ここまでは、分かっているという状況です。今後についてなんですけど、この宇宙開発どのような影響があると考えられますか。はい、今回のケースについては JAXA から詳しい状況について正式な発表がないため、この後どの程度の影響が出るのか今のところは明らかになっていません。ただ今回の新型ロケット H3 は、国際的な宇宙利用や宇宙ビジネスの拡大が進む中で、日本の存在感を示す上で重要な意味を持つとされています。なので今後早急なですね、状況の解明というのが求められています。はい、核分科部堀川雄太郎記者に来ました。日本の新たな主力ロケット H3 の初号機、今日午前10時37分鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、ロケットは打ち上がりませんでした。JAXA 宇宙航空研究開発機構が詳しい状況を調べています。では全国の天気、雲の様子です。日本列島は高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。日本海には気圧の谷に伴う雲が出ています。今日の天気です。北日本の太平洋側や関東から西は広い範囲で晴れるでしょう。北日本の日本海側や新潟は昼過ぎから次第に雪や雨が降りそうです。東北や新潟では雷を伴うところがあるでしょう。九州北部では夕方からにわか雨が降りそうです。予想最高気温です。Thank you.